よろしくお願いしますイェー,ーさあそれでは3人に改めて大きな拍手をおねいしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますもうお客さんも今からノリノリでございます、はい 前ですね、はい、嬉しいこんなに。ありがとうございます。い,い,いや、やっぱりね、その今日の皆さんの衣装を見て、上げ、<うん S 1> 上げあげと言いますか、テンションも上がったんじゃないんでしょう。<うん S 1> これね、しっかり <はい S 1> パリピ公明スタイルの。スタイルでございますよね。い,いただきましたもうす。 すっかり透明ですね、おけいさんは。あれからすっかり透明。何回か見てるでしょ。見るたびになんか新鮮かつ安定感がある。いま安心しますよね。安心しますよ。はい、ありがとうございます。これね、A コスタイルで。ありがとうございます。ちょっとはい、露出高めでやってます。露出高め。A コメ露出高めっていう。まあ自分のことじゃないですか。シニアとか家族とかスポーティな感じなのかな。はい。そうなんです。こんにちは。こんにちは。いいんです。いいんです。こんにちは。大丈夫ですか。 大丈夫大丈夫フロア盛り上がってるからねまね。言えば言うほどちょっと焦っちゃうけどねそうですね挨拶してないですねそうですねままああその衣装の前にというところですけどじゃあご挨拶いただきましょうか本田さんからお願いします皆さんこんにちは初めて聞いたわこんにちははいこんにちはえ、月見英子役の本田カエルですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします盛り上がっております さぁ <laughs> 続いて、<laughs> お沖合さんお願いしますじゃあ、残ります皆さん、こんにちは。<laughs> <ふー> <laughs> えー、ぅー初活公明役の、木合井亮太郎ですよろしくお願いしますよろしくお願いします <laughs> さあそして、千葉さんお願いしますはい、皆さん、こんにちは。<laughs> ありがとうございます、えー、壁大臣役の千葉翔ですよろしくお願いしますよろしくお願いします <laughs> いや、いいですね お昼の十二時十五分とは思えない。も、ま、う、あ、<laughs> いやーすごい。うん 十二時間間違えちゃったぐらいのテンションね深夜のねテンションでいやそれぐらいやっぱ期待してるしやっぱパリピー公明ならこのテンションだろうということだと思いますけれども中身ね劇場でイベントやるといつも自分が滑り倒してる気持ちになって帰るのでいやいやそんなことない今日はすでに最高のテンションですねそりゃそうですよまあ今からねこれ上映前ですからトークしていきますけどまあちなみにお聞きしたんですけどこちらねテレビアニメシリーズね見たことないとこの劇場版から始ま 初めて見るって方はどれぐらいおられます。うん、す中にはいてもおかしい。あそうですかす。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。がうますう方が増えてほしいですよね。増えてほしいね。確か,確かに。うん でもねやっぱテレビアニメシリーズ見てるからこそやっぱりこのね2時間の内容がぐっとくるみたいなことありますからちなみにちょっと今からですね結構な話をしていくんですが作品の話をしっかりしていくから初めての方はですねそれを踏まえた上で楽しんでいただけたらということでございもし聞きたくなかったら「あ」とか言ったらいいと思いますけど。 そうですねはい、急にねその周りも聞こえなくなっちゃうんでちょっとぜひね、まあ、そちら飲み込んでいただきながらでございますけどもはい、はい、まあ本当にまあアニメかテレビドラマか、うん、いろんな動きをしているパリピ公明でございますけれどもちなみに映画化のお話聞かれた時ってどんな気持ちだったんでしょうか びっくりしましたね。うん全然知らなかったね。あそうですよね。あ確かに僕も全然知らなかった。そうそう。だから別現場でお会いした時、そうそうそう。あれ見た？映画英語するらしいよつって。一ファンのテンションでしたよね。何何すの知らないつって。そう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 。 皆さんと同じように私たちもびっくりしましたねそうなんですねなるほど演者さんたちにもサプライズだ劇場版はぶたあのドラマあるんだってドラマ出たいよね出たいねみたいな話をしてた出たいねってドラブ行きたいよねってめちゃ前のめりでしたよねビビラブ行きたいよねみたいな話をでも本当ねなかなかこのテレビシリーズ作ってる時ってまずはこのワンクールやりきることが多分みんな人において頑張ってるからこうやって次に何かつながるっていうのがほんと何回 経験しても素敵な経験だなと思っまだそうじゃね、見えてなかったもんね、さっきがねそうなんですいろんな繋がり方があってということだと思うんですけどそしてもう三人当然劇場版見られたということなんですけど見感想もちょっとお聞きしたいです本土さんいかがですか最高だべだべ。神奈川弁のもう のまま3月の1日からこの劇場公開始まってもう見てくださった方もいらっしゃると思いますけれどもこれからの方いやーいいね劇場であのパリピコメをしかももう ぎゅっと一連の流れでね。はい、そうね。しかもあの新しく撮ったこう私たちキャストのまキャラクターとしてのねセリフだったりナレーションだったりっていうところもあったりしつつ盛り上がれるところがあるのであのうましいなって思いますね。私もあのなんかこの辺りとか座ってちょっと見たい。<laughs> なあいいよええいいのいやダメなんいいよ皆さん気が散るよあそこにいるんだと思って劇場でねあのやっぱ劇場にすごく向いてる作品だなっていうのは本当に思いますよね質はねもう抜群ですから音楽シーンもねいっぱいありますからね音楽シーンそうですよねラップとかもね ね、ありますしね。<laughs> ありましたね。うん、ちょっとね。この辺もお聞きしたいですけど、うん、どうでしょう？沖屋さん見た時の感想は、はい、あ,あのー、テレビでもやっぱ素敵な作品なので、はい、映像を映えするし、それをね。あのー、アニメーションとしても、さらにさらに盛り上がるように、はい、皆さんに見ていただくために作られているんですけども、うん、劇場でさらにその音楽面もあるし、なか僕たちの熱もなんか？ さらにこもってるかのような錯覚に陥るぐらいのあ<ー><あ>いやでも分かりますそういうなんか魔法がかかったようなフィルムに、はい なってますので、ぜひその辺も楽しんでほしいなと思いますね。なるほど、劇場版ならではの、その凝縮された空間ということだと思いますけど。さあ、そして千葉さん、いかがでしょうか。はい、え、僕が演じている壁くんは結構途中参加で、仲間に加わるキャラクターなんですけれども。だから、テレビで見ている時というか、自分が演じている時は、まあ、壁君中心に考えている部分もあるので。あの、みんなの物語だなというふうに思ってたんですよ。はい。まあ、な、ななとか、他のキャラクターもそれぞれ生きてるんだな。オーナーとかねあ、そう、オーナーも生きてます。はい、はい。 俺も頑張って生きてるんですけど。でもなんか今回映画で一本化してみると、本当に英子ちゃんと孔明が。あの夢を求めていく作品なんだなっていうのを改めて、感じて。で、それを見たときに、壁たちが、まあ。 改めて奮起できるみたいな中心があって周りの人たちが頑張ってるっていう何か新しい図に思えてあの自分自身もすごくテレビで見てた時よりもなんか映画の方が奮い立たせられるといいますかもう最後にかけてああかんか今日この劇場出てからまた頑張ろうっていう風に思いましたね試写会の時も思いました頑張れる作品だよね頑張れる作品なんか本当に英子ちゃんに対する孔明の言葉が優しくて。 あの不安になってる英子に対する孔明の言葉がなんか自分にもすごい刺さるなと思いましたなんかあの歌を褒めてあげたりとかそういったシーンがなんだろう劇場で聴いた時の方が僕はすごい刺さりましたねなるほどでも確かにやっぱりそのまあ多少テレビアニメシリーズはまあ群像劇じゃないですけどいろんなキャラクターのまああ背負ってるもんとかもしっかり描かれている部分をまあ凝縮したことによってやっぱ英子と孔明の ラインにいろんなキャラクターたちと、出会っていく。そう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 。そういう見え方がしやすくなってるのは思いましたね。いや、そしてラストなんて、もうラスト三十分なんて、もうライブシーンが怒涛ですから。本当に、そうなんですよ。この最高の音響設備で、それを、浴びせられる皆さんが羨ましい。一緒に見たい本当に。 ね、ねいいいてる見たたじゃないですよまあでも、あのーうん、私たちのこの今回のこれから見ていただく回ももちろんなんですけどうん、うん、あの他の日程では応援上映なんかもございますのでねそこでは皆さん一緒に歌ってみたり「こうレッツパーティータイムフーとか。

いなくなっちゃ言いなくなっちゃう。のちょっと長いね。くれたんですよ。あの時練習したのが口から出てきちゃう。すみません。ありがとうございます。ありがとうございます。厳しめの切り方でしたね。疲れちゃいました。やりたくなったのが。ね。とかね、あのそういう楽しみ方も今作できますので。ね公での日にちによっては。物語を見て、また二回目はこの音楽を。聞きに来るぐらいでも。そう。かな。というような。時はしますよね。素晴らしいシーンがたくさんあるんですけれども。さあ、先ほどもね、ちょっと。 こちらもねやっぱり、えー、非常に盛り上がり要素だなと思いますけれどもこちら「アフレコ」の時、うん、ねえ大変だったとお聞きしております <laughs>、まあ、そもそも、あのー、ラップ込みのオーディションだったんですよ実はそうですね,ねラップ込みのオーディションなのでオーディションに際してもうそのラップを覚えなきゃいけなかったんですねはい 練練りにっったラップだなって、自分の中ではガイドとしてはねミクロさんから頂い,いた音源あったんですけども、はい、それになおかつキャラクターの、あのー、そこまで演じてきた自分の、はい、自分なりのキャラクターとか、うん、そういうものを乗っけて、うん、えっと通常のセリフの収録とは別日に、はい、またラップの収、ね、録デーを設けていただいて集中して一、うん、日でもう の中ね、どんだけ撮るんだっていうラップめちちゃゃ大変だったシリーズ分のラップを全部撮るっていうえいちゃんの曲の合間でラップするとかもありましたし細かいやつとかもねいろいろガイド作っていただいてたで全部その回でその日と別日に撮ったんだそうですね沖合さんとラップバトル撮る日で1日使っちゃったんで別日でやったりとか2日間使ってなんかこれ本当にオーディションの時からガイドとしては結構出来上がってたんでね ある種自分の中ではもうできるでしょと思って行ったんですよ収録の日そしたら全然自分では気づいてなかったそこことここの母音が合ってるんでそこが分かるように立ててくださいなるほどねディレクションを受けつつのそうなんですミクロさんの本当に細かい一文字一文字のそのリリックのこだわりみたいなのを教えていただいて奥が深いなと思いながらラップとしての指示もいただきながらセリフとしてのいつもの指示ももらいながらここはキャラクターでって。 そうですね、ちゃんと入れていくっ,っていうのがあるのでそこの加減が難しかったよねねそうです、ねうんうん、なんか懐かしいのが本当最初僕多分監督とか初めてご一緒したんですけど、はいうん、結構最初はラッパーだから<う>まあちょっと声、まあ、低めというかうトーン抑えめでやってた部分があるんですけどなんか最終的に気持ち盛り上がってきたらちょっと、うん、なんかもうちょっと高いトーンでやってもいいですかねみたいなこっちからやらせてもらって。うんうん 最初はあのみんないやラッパーだから高くはないんじゃないかみたいな雰囲気だったんですけどやってみると煽ってるシーンとかはそういうちょっと自分のなんだろうな感情がね。乗ってる声質の方がいいねみたいなうん、うん、その場その場で割とその。 対応してくださったんで、えー、なんかこのこっちもやっぱラッパーへのなんかイメージみたいなあるじゃないですか。はい、でもそれもおのうの知らないなりのイメージもね。あ、そうなんですよ。だ、うん、からその辺は結構合わせさせていただきながらやった思い出があります。いろいろ意見を出し合ってという形で。はいはい こちら、いやそんなねラップバトルのシーン近藤さん見ていかがでしたかいや、あれは楽しすぎますよねあぁ、混ざりたいって混ざりたいちゃんとバサシ言ってたんやんかバサシ話しあそこめちゃくちゃ覚えちゃうんだよなはいいいタイミングでバサシっていう和食のところバサシと言ってましたけどかやっぱね、でもあれだけ心を動かされるというかあのまだ見たことない方たちも本当にそのラップバトルのシーンっていうのは 自分自身何かこう背中を押されるようなそのみんなが何か心に響くようなリリックだったなって思いますね。かかっっこたですすすうございまでもなんかあそこを僕アニメで見てた時というかやってた時ってこれまでずっと英子ちゃんと孔明の話をやってたのに急にこの壁にスポットが当たるんで若干このカメラがこうパンして別の場所をやってるんだなって気持ちで見てたんですよ。まああ結構の急な 方向転換でもなんか映画で見ると孔明英子ちゃんのために頑張ってあげてるんだなと思ってすっごいそれがか嬉しく見えてやっぱ映画で見るとそこもまた視点変わるなって思いましたなんかこの壁を仲間に引き入れるのも英子ちゃんのためにやってるんだっていうところでいわば壁はちょっと利用されてる側じゃないですかね。っていうのも気持ちよくそれが見れたのでそういう視点の変換はありましたね劇場版で。 孔明、うん、の策略の部分としての部分も見やすくなってるなという感じだと思います頑、ね、張ってラップ覚えたんだろうな孔明、うん、ってそうだよ俺もめっちゃ頑張ったよ。 いやーでも本当にまあ劇場版、うん、まああの劇場使者でスタッフさんも大号泣されていたので嬉、うん、<ー>し本当にアゲアゲの部分もあればものすごいしっかり泣ける号泣のポイントもあると思いますどうでしょうこれ今から見る方にもし、まあえー、全部を言いすぎるとね初めましての方には申し訳ないので、うん、なんかアゲアゲポイントそして号泣ポイントなど。 ちょっと単語でもいいです、まあ伝わるような人。単語。単語でもいいです。説明じゃないよね。でもいいですし、はい、ちょっと教えていただけたらと思います。はい。はい、本堂さんいかがですか。単語ということで。単語じゃなくて。単語じゃなくてもいいです。騒ぐからあのやばいこと言いそうになったら。あ、名前が合ってたかな。渋谷スカイ。ああ。はい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 。いいですね。もしくは気球船。 はい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 飛行船ね。あ飛行船。ちょっと古いタイプの船でしたね。急旋だと今もう飛べないらしいですね。あそうなんですか？なんか法律が変わった。どこで盛り上がってるんですか？どこで盛り上がりだしたんです。なるほどそこがやっぱりポイントかなと。トイるシーンがあるんですけどそこがもうやっぱりいいですね。あそこ演じる時結構本ンちゃんあれじゃない頑張ったんじゃない？そうですねはい頑張りましたね。 全部頑張ったんですけどふわっとするね<何>単語だけだとね何この読み合い <laughs> あそこのシーンねやっぱでもグッときますそうですね、はい、でもやっぱそのそ,その私が挙げたそのまあとあるシーンっていうそこは、はい、なんだろうなその 歌を歌う英子がまずいて、うん、その中でモノローグの英子がいてその後セリフの英子がいるっていうそのいろんな英子がいるんですけど、うんまあ、というのもそのえ子のお歌を歌われているのは、うんまあ、一応英子役の黒猫さんであるっていうところででもアフレコの時は黒猫さんなのは聞いていたし黒猫さんのことは本当にとても知っていたんですけど。うんはい ただ子の時にどんなトーンで歌われるのかは知らない状態でアフレコしていました。のですよ なのでやっぱその歌が近くにある時のセリフ収録っていうのはちょっとなんかどれぐらいのトーンでいこうかなとかっていうのはやってたんですけどでもそのシーン始めすごく素敵な仕上がりになってまして二人ともねい子ちゃんにちゃんと寄り添って寄り添ってましたお互いにすごくい素敵な出会いだったのでそこも含めてそのま渋谷スカイのとあるシーン おすすめですこれはね本当に終わってからね行きたくなる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 そう。実際行きましたし僕もあ私も行きました行ったのはいちょっとあなたが召喚してですか召喚してくれてるんですか召喚じゃないんですよ半太郎なんですよすいませんそこで戸惑うなちょっといやでもそれぐらいやっぱり思い出になるシーンだなと思っあでも麺類行きますわ麺類行きたくなりましたあーなるほど麺類ね麺類に行きたくなるね六本木の 六本木、あそこ六本木ですよね。六本木とあそこの会話もね、素晴らしい、この六本木麺類で。ちっとね、頭を覚えておいていただけたら、あそこだってなります。あ、トンタン、トンタン行きましたもん。渋谷スカイの後、トンタン行きました。いや、あのトンタンの、その、まあ、英子ちゃんが。まあ、その、なんか。私は、私で頑張ってて、米は米で別のことしててっていう時の。英子ちゃんの、なんだろう、まっすぐさが、ものすごい、なんか、刺さりまして。なんか、あの。 普通できないなというかなんかこのなんだろうやっぱ僕とか励まされた言葉で頑張るだったかるんですけどちょっと喋ってない期間でも私は孔明を信じるって言い切れるのがめちゃめちゃ刺さるなってトンタンでは思いましたいやいやいやじゃあトンタンも見どころという見どころはまず二つ出ましたじゃあ最後あ、僕はですね渋谷のトレーラーですあ一連の最後の方とかうわーって きますよ、ね。やばいですね。デンデデンデデン。あ、いいですね。<laughs> <ー>いや、いいですね。あ <laughs>、それは本当に最高で最高ですね。うん、あ、そこは。 皆さいい、ね、んこておいてください、ね、経過があってのあれですけどね、うん、そうですねこれを是非ちょっと始めて、ね、今から見る方もこの3つのポイントを覚えといていただければ、はい、よりね、はいうん、劇場版楽しく見れるんじゃないかなと思っております、はい、さあということで、えー、こうやって進めていった舞台挨拶でございますがここで、えー、こちら1つの企画やらせてください,い、はい、さあということでこちら本土さん沖合さん千葉さん3人のサインが入った「 激レアポスター争奪じゃんけん大会でございますイエーイさあこちらなんですけどあのー、まあ正直、あのーはい、あんまり舞台挨拶でこういう。 じゃんんけ大会ってすごい珍しいような気もするんですけどまあ今回はねもうレア企画でございますからさあ今からですね孔明とじゃんけんしていただきます。そして皆さん座ったまま右手を上げていただいて愛子も下ろしてください負けと愛子を下ろして勝った人だけ手を残して一人になるまでやります。一人になったらその方にポスタープレゼントでございます。 ブッスターです。調子悪いですか？今日ですか？はい。いやなんか今日3月ですよ。わ悪くもない。いやいやいいんですよ。昨一個前の時間帯の舞台挨拶も、4月だと調子悪そうでしたもんね。いやいやいやいつも調子悪いから。ちょっとねはいあの仕事でドキドキする。最初はグー、じゃんけんパー、パリピ。肘の方、あ肘の方いいですね。じゃでもいきますよ。最初はグー、じゃんけんパリピ。はい 読めたねこれはねもう知らない最初はグーじゃんけんパリピはいチョキの方チョキがまだあと2人チョキの人チョキが私チョキ今チョキお一人おお一お一人おお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 おいおお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  <laughs> いやもう帰るみたいになっちゃうんでけどいます今から上映こここれ連続でパリピっていうのを読み切ってますからねすごいです素晴らしい改めておめでとうございますいや素晴らしいいやまあということで以上「じゃんけん大会でございましたけれども、はいはい、こちらまあね今から、まあ、上映前で見ていただくんですけどもどうですかこれやっぱみんなが期待してんのこれ聞いていいのかな分かんないですけどまあテレビアニメやっぱ2期を皆さん 期待してるんじゃないですかね。めちゃくちゃ期待してますよ。僕らも期待してます。してます、してます。なんかアニメの収録後、あの何回かね、あの違うメディアの収録もあったんですけども、アニメと違ったので、そうですね。そうなんですよ。だからまあちょっとアホなふりして聞きますけど。 ニッありますどうなんでしょうねあってほしいなあってほしいマジ知らんねやでもなんか本当にこの後舞台化があったりとかそうなんですよなんかパリピコーネほどね全てのメディアにフィットしていく作品ないなってすごいな思うなあニッキへのね布石がどんどん打たれていってるいやこれも布石であってほしいですね確かに制作人の布石だって舞台東京やって大阪もやるんだよ うん。いやあ、そうなんすごいな。場所も変えてね。そうですね。ということは。ということは、やれたらいいね。いいですね。ちょっと皆さんね、ぜひちょっと心待ちにしていただければと思います。応援しましょう。さあということでございまして、ここでフォトセッションのお時間となります。さあそれではフォトセッションの方、時間の方、はい。締めの挨拶があってですか。こんなカンペと会話する人初めて見ました。 そうですかその後に締めようかなと思ってましたすいません、はいはい、じゃあ、はいえー、ご挨拶いただきましょうフォトセッションで締めるとねあのうっすらした空気流れますからね、はい、<laughs> じゃあ挨拶ですか挨拶からいきましょう <laughs> 誰じゃあ僕からはい、はいえー、本日はね <laughs> あ、この後ご覧になるんですよね。はい、えっとご来場いただきましてありがとうございます。えー、っと本当に素敵な作品で、我々もあのあ収録時からね。はい、あの、うん、とてもいい作品になるだろうなと予想はしていましたけども、も、はいうん、えオンエアを見て、そして皆さんの反応を見て、えー、よりそれも、えー、確実なものとなりました。劇場版でまた新たに楽しんでいただきますように。えー、この後よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。 続いて千葉さんお願いしますはい改めましてありがとうございます、えー、こうして、えー、席の皆さんのお顔を見ていると本当に、えー、男女問わず年齢層もあのいろんな方が来てくださっていてでいろんな方にこうして英子ちゃん たちの頑張りが伝わってるんだなと思うと H キャストとして心から嬉しく思っておりますあの試写で先にじて見させていただいたんですけれどもなんか2年前の自分よりも今の自分がさらに刺さるなというか、えー、明日からまた頑張りたいなって思えるようなパワーの詰まった作品となっておりますしやっぱキャストも本当に個性豊かな メンバーが揃っていていろんなキャリアの方だったりが揃ってるんですけれどもなんか一丸となって作ったことで誰が見ても楽しめる先になったなと思いますので引き続き応援よろしくお願いいたします。あありりががととううごござざいいままししたた それでは本堂さんお願いします。はい、改めまして、月見英子役の本土楓です。お越しいただいて本当にありがとうございます。そうですね、あのー、これから皆さんは本編を見ていただくということでえー、2度目の人もいれば、えー、初めての人もいればこう。パリピ孔明見るのが初めての人もいる。すごい素敵ですね。そういう人達こうなんだろうな。会うことが今までなかった。であろう人たちが同じ空間で。 同時に同じ物語を見られるって、ああ、これが映画館だよなと思いましたね。一緒に見たい、一緒に見たいなと思っ,たりずっとて。<laughs> あとはこう終わった後の皆さんの表情とかあとなんかよく実写の試写会かなんかであるこうモニタリング皆さんですってそう化粧を全部落ちちゃった子みたいなあのそのえいこちゃん最高ああありますけどありますけど作品に合うねこのテイストにそれもオノの SNS でお願いします確かに感想ねあのハッシュタグ映画パリピ公明見たであのはいつぶやいて見たはひらがならしいですあそうそうそうですそうですそうですちょっと気をつけたいですそれでつぶやいていただ いただければ、私たちも確認できます。ので、あの、皆さんの感想をすごくね、楽しみにしたい。作品だなと思いました、はいえー。これから楽しんでってください。はい。ありがとうございました。さあ、それでは、ここで、フォトセッションでございます。はい、さあ、それでは、フォトセッションの準備をお願いします。 じゃあパリピコメって言うんでみんなで最高って言ってください言わせる上映あのね後で絶対上映前にやることじゃない確かにまあ行きましょうせっかくですからお願いしますせーのパリピコメ最高。ありがとうございます これから見るんだったねうう。ここで使えるんだ。ういうごいご協力ありがとうございます。<laughs> あますさあ、オフィシャルムービー OK でしょうか。さあ、OK ということで皆さんご協力ありがとうございます。ありがとうございました。